皆さんこんにちは、大樹です。で、私たちの仕事は体験学習ガイド、カメラが揺れてるね、ごめん、私が足でガンガン立てちゃってる、私たちの、仕事はですね、体験学習ガイドだってよく言います。でね、こういうのをイメージしてみませんか。皆さんキッザニアってご存知？子供がさ、いろんな職業のこう体験ができるようなね、ちょっとよく私も分かんないけどさ、そのマックみたいなところがあったりとかさ、それからなんか空港みたいなところがあったり、なんか工場みたいなところがあったりとか、いろいろあってさ、そこに行っていろんなこう仕事の体験ができるっていうことね。で、子供をさ、そういうところ連れてくわけで、一個一個この体験してもらうわけでも、ほら、勝手にやんなさいって言ってもできないでしょ。だからそれを教えてくれる人がいて、で、その仕事について教えてくれて、実際させてくれるわけよ、体験させてくれるわけだよね。で、そういうことがあった上でさ、その子供に聞くんですよ。ねえねえって、将来やるとしたらどんな仕事やってみたいって、それどうしてって聞いたら、絶対その子がやりたいことが出てきたりとか、その子にとって大切な価値観って出てくるでしょ。で、それが体験学習なんですよ。だから実は我々大人もそうなの。どうしたらいいかって言ったら、いろんな職業を実際に体験してみたらいいんですよ、キャリアを作りたかったらね。で、いろんなとこにインターンで行ってみるとか、いろんなとこちょっと働いてみるとか、で、お友達の職場訪問するとかってして、そこでリアルに働いてみるのよ。話聞くんじゃなくて、リアルに働いてみて、で、実際にそこでそのどんな気持ちになるかとか、どんなことを考えるかとかっていうことを体験して、で、そこで聞いてもらえばいいわけ。どの仕事が良かったとか、何が本当に大切なんだろうとかね、何が本当にやりたいことなんだろうってこう聞いてもらったら、そこで学習が起こってくるじゃない。で、だからもしね、実際にクライアントさんが悩んでたら、そういうふうにさせたらいいんですよ。で、でもそれってなかなかできないでしょ。で、だからどうしたらいいかって言ったら、疑似体験をしていくわけ。リアルにこの仕事をしてたらどんな体験するんだろう、過去のこの仕事を続けてたらどんな体験するんだろう、友達がやってるこれの仕事してたらどんな体験するんだろう、リアルに体験してもらって、僕ら自分のことを体験学習ガイドって言ってますけどね、要は体験してもらって、そこからね、これのどこが良かったとか、このなんか違うなと思ったのどことか、じゃあ ABC って3つやったけど、そのどれかなのか、他のどれでもいいよって言われたらどんなことやりたいんだろうとか、どんな要素が必要なんだろうって、こう学習を促していくってこと、体験しながら学習を促していく。だからいろんなところに連れてって、どこ住みたいか分かんなかったら、いろんなうちに住んでもらったらいいんですよ。そうでしょ。で、そういうふうにとにかく体験を演出して、そこから学習してもらうね。で、リアルな体験を宿題でやってもらってもいいし、それから疑似体験を臨場体験で作ったっていいんです。で、そこから学習してもらうっていうことが重要なんです。誰かと仲良くなりたいねとかね、もっとうまく関係したいっていうのはあるでしょ。で、そうしたらどういう体験したらいいかって言ったら、その人になりきる体験をしたらいいんですよ。子供ともっと仲良くなりたいとするでしょ。そしたら子供の人生を本当にバーチャル体験しっかりしてみたらいいんです。で、朝起きてから学校に行って、友達と遊んで、先生がどうのこうので、で、家帰ってきてご飯食べて、で、その子供の目線からお父さんを見たり、お母さんを見たり、友達を見たり、お兄ちゃんお姉ちゃん見たりとか、妹弟見たりして、あ、こういうのが好きなんだ、こういうふうにされると嬉しいんだ、あ、こういうのは嫌なんだ、こうされると腹立たしいんだ、その体験してもらった上で、はい、この子とうまく付き合うコツは何でしょうかって聞いて、あ、そうか、こういう時はほっといてもらいたいけど、こういうことを一緒にやりたいんだね。その子の目線から見て、はい、このお父さんのいいところどんなところですか、こういうところいいんだ、はい、このお父さんのここはちょっと苦手なのどんなところですか、ここ苦手なんだっていうことの学習を起こしていって、はい、学びましたね、お父さん何しますかって言ったら、うまくやれる方法が見つかるんだってことですよ。だからもうね、キザニアに連れてくのと一緒ね、いろんな体験をしてもらって、そこから何をしたいのかとか、どうしたらうまくいくのかっていうことを学んでもらうってことですよ。ぜひね、参考まで。